SCP-2344-JP。アニマリンガル。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-2344-JP がインストールされた端末は没収され、サイト81の定期券と物品収容ロッカーに保管されます。SCP-2344-JP による異常効果を目撃した人物には記憶処理を施し、必要に応じてカバーストーリー、手品、都市伝説、をルフしてください。また現在 SCP-2344-JP の配布元であるすべての基地のウェブサイトは財団ウェブエンジニアにより閉鎖されています。新たに同様のウェブサイトが発見された場合は SCP-2344-JP 開発者、配布者に関わる情報が含まれていないか捜査し、その後速やかに閉鎖してください。説明。SCP-2344-JP は、アニマリンガル、と題された異常なスマートフォン向けアプリです。当該オブジェクトはこれまでに3つの異なるウェブサイトでの配布が確認されており、いずれの場合においてもウェブサイト、オブジェクトの双方に開発者の情報に関する記載は確認されていません。SCP-2344-JP は、以下の手順を踏んで使用することで異常性を発現します。1、SCP-2344-JP を起動すると以下の内容が記載されたスタート画面が表示される。アニマリンガル、動物と話せるアプリ。動物をスキャン、人間以外の脊椎動物が対象です。2、動物をスキャンの文字をタップするとカメラ機能が起動する。3、任意の人を除く脊椎動物、以下、対象動物、と表記にカメラを向けると、スキャンと書かれたボタンがポップアップするため、これをタップする。一連の操作が終了すると対象動物はアプリを終了するまでの間人と同様の発生が可能となり、SCP-2344-JP を起動した人物、以下、使用者、と表記、が最も日常的に使用している言語を用いて発話を行います。この発話内容には一貫性があり、使用者やその他の人物との会話が可能です。またこの発生現象は対象動物の咽頭及び喉頭が発生ごとに急速に変形することで可能となっており、傷病により鳴き声を発することができない個体や元来発生機能を有さない種の個体にも発現します。発見経緯。SCP-2344-JP は、2000年7月28日に、ペットのイグアナが喋った、と題された動画が動画サイト、に投稿されたことに財団が注目し、投稿者である藤宮氏にインタビューを行ったことで存在が把握されました。藤宮氏は財団のインタビューに対して、彼女がスマホを使ってイグアナを喋れるようにした、との証言を行い、藤宮氏の交際相手である墨田氏から SCP-2344-JP のインストールされた端末が回収されました。問題の動画は削除とカバーストーリー。フェイク動画のルフが行われ、その後墨田氏へのインタビューが実施されました。インタビュー記録 2344JP02。対象、墨田氏。インタビュアー、森口博士。すると、あのアプリは最近入手したものではないと。具体的にはいつ頃インストールされたのですか？リクが死んだのが私が15歳の時だから、ってことはアプリを入れたのは中学1年の秋、だと思います。ありがとうございます。いくつか質問を重ねさせていただきたいのですが、まず、アプリはどこから入手されたのでしょう？インターネットの、どこかのサイトだったと思います。詳しくは忘れてしまったんですが、動物と話ができる、なんて書いてあって。それで、まあ嘘だとは思ったんですけど、リクと本当にお話できたら、って思って、それで。あ、リクっていうのは、その時私が飼ってた犬の名前です。なるほど。それで、そのリクという犬と喋るためにアプリを使用したのですね。はい。当時その様子を他の誰か、
例えば友達ですとか、親ですとか、に、見せたり、話したりということはありましたか？いえ、すみません、矢継ぎ早に質問してしまって。大丈夫です。これは尋問ではないですから、安心してください。はい。誰かに話したりってことは、なかったです。私の言うことなんて、聞いてくれる人いなかったから。聞いてくれる人が、いなかった。それは、話したけど信じてもらえなかった、という意味ですか？いえ、私、中学の時はみんなに無視されてて、いじめられてて、それに両親も、仕事でほとんど家にいなくて。そういうことでしたか。はい。それで、陸だけが私の唯一の友達だったんです。小さい頃からずっと一緒で、私が中学に上がる頃にはもうおじいちゃんでした。病気で体も満足に動かせないくらいで。続けてください。だから、陸が話せるようになって、もう骨やボールで遊ぶことはできないけど、代わりにお話ができるようになって、それですごく嬉しかったし、救われたんです。救われた、ですか。差し支えなければ、陸とは具体的にどういった話をしたのか教えていただけますか？はい。最初は、本当に取り留めもない話でした。でも、ある時陸が、どうしたんだ？辛そうな顔してるぞ。で、それで、私は初めて話しました。学校のこと、いじめられてること。陸は、静かに聞いてました。それで、気づいたら私、泣いてて。それで、陸も涙を流してました。辛かったんだな。って言ってくれて。陸は、それまで誰にも話せなかった辛いこと、悩んでること、それを受け止めてくれたんです。なるほど。そして、その後も会話を？はい。毎日のように、私が苦しい気持ちを打ち明けると、陸はいつも涙を流して聞いてました。それで陸は、辛くて死にたかった私に、まるで、優しいお兄ちゃんみたいに語りかけてくれました。世界には、まだ見たこともない美しさや、まだ感じたこともない幸せな感情がたくさんあるんだ、って。自分はもうおじいちゃんで、それを見ることは叶わないけど、私にはそれが見られるんだよ、感じられるんだよ、って。きっと、陸がいなかったら私、今ここにいません。ありがとうございます。その後は、高校に上がる頃に、陸とのお別れの時が来ました。もう病気が進んでて、何か陸の助けになりたい、って言っても、陸は自分はもうダメだろうから、って言って、血を吐いて、その中でも静かに、ありがとう。強く生きるんだぞ。さようなら。って、そう言い残して天国に行きました。陸はいつまでもずっと、大切な大切な友達で、優しいお兄ちゃんでした。なるほど。ちなみに、陸以外にこのアプリを使ったのは、陸がいなくなってから、私、このことはずっと大切な思い出として心の中にしまってました。だから、のイグアナが、初めてです。わかりました。ありがとうございます。ほい。以下は、SCP-2344JP に関する実験記録です。実験記録 2344JP01、日付、2000年9月24日。対象、オスのチンパンジー、1頭、以下、対象動物01、と表記。実施者、森口博士。実施方法、対象動物01を SCP-2344JP の影響下に置き、会話を行って経過を観察する。結果、対象動物01はボードゲームや育児の話題に言及しつつ終始有効的に会話を行ったが、同時に喉をかきむしる、
体を激しくケージに打ち付けるなどの行動を取り続けた。分析。会話の内容から、ある程度話している人間個人の趣味や私生活に関係のある話題を選択していると見られる。しかし、発話とそれ以外の行動の間には連動性が見られない。ほい。本実験以降、対象動物01は実験に使用した端末を視認すると警戒音を上げながら職員に対して激しく威嚇行動を取るようになった。実験記録 2344JP02、日付、2000年3月17日。対象、訓練によって手話での初歩的な会話を可能としたオスのチンパンジー1頭、対象動物01とは別個体。以下、対象動物02、と表記。実施者、森口博士。実施方法、対象動物02を SCP-2344JP の影響下に置き、会話を行って経過を観察する。結果、以下に映像記録の抜粋を示す。やあ、しかし博士さんもお疲れ様だ。こんな猿相手にするより奥さんとでも話した方が有益だろうにさ。対象動物02は、手話を用いて、痛い、と繰り返している。ふむ、どこか痛いかな？いやいや、お気になさらず、こちとらピンピンしてるぜ。むしろ博士さんこそ気をつけなよ。腰痛とか油断してるとなるらしいぜ。対象動物02は手のひらで喉を繰り返したタイタート、痛い、の手話を繰り返す。喉に痛みがある、と。あ、そうだ博士さん、それでさっきは何の話だっけか？対象動物02は両手のひらで喉を押さえて頭をケージの床面に激しく打ちつける。分析。発話内容は対象動物の意思とは無関係と推測。またこの発話現象は、対象動物の喉に激しい痛みを引き起こすとみられる。実験記録 2344JP03、日付、2000年5月22日から2000年10月25日。対象、20カネズミ6匹、それぞれ、対象動物031から対象動物036とナンバリングし、まとめて、対象動物03群と表記。実施者、森口博士。実施方法、対象動物03群を長期間にわたって SCP-2344JP の影響下に置き、会話を行って経過を観察する。結果、2000年9月21日に対象動物032が死亡し、その後2000年10月25日までに全個体が相次いで死亡した。解剖の結果、対象動物03群の咽頭及び後頭には複数の裂傷と重度の炎症が発生していた。分析。咽頭及び後頭の裂傷並びに炎症に起因する衰弱が、対象動物03群の主たる死因とみられる。SCP-2344JP による長期間の影響は、対象動物に多大な負担をもたらす模様である。